皆さんこんにちは、材木屋翔です。第4回目の今日は、黒っぽい木を紹介したいと思います。お届けは材木屋翔とウッドロードの下村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。黒っぽい木といってもたくさんあるんですけど、どんなのがまあ思い浮かべますか？そうですね、黒炭とかスタンとか、はい、もう一つ言うならタガヤさんとか。そうですね、まあ、正解なんですけど、黒っぽいですよね。全部黒っぽいですね、はい、ただ正解なんですけど、ものすごく高い木ですのでね。そうですね、なかなかやっぱり何百万する高級仏壇とか流米単価ってことですね。そうですね、はい、もうそういうものでしか使えないっていうことで、まあ、一般的に家具を作られる皆さんにはね、ちょっとこう使えないと思うんです。そうですね、教室でもその3つで作ってる家具って見たことないかもしれないですね、大きい家具は。そうですね、はい、でまたちょっとね、加工性も、まあ、硬い木なのでね、やや難しかったりもしますし、ということで、はい、まあ、比較的お求めやすい価格 で、はい、でまたそれなりに、量も、大きな面積のものも、取れて、まあ、家具に、はい、使えて、でとってもかっこいい木。すごいですね、全部揃ってるっていう感じですね。なのですっごく人気があるんですよ、はい、ということで、はい、ズバリ、はい、ちょっと書いてみましょう、はい、あ、言っちゃいそうになりました。ここまで来たらなんか分かってきました。まあ誰でも知ってる木ですよね、はい、ね、はい、ジャン・ウォルナットということです。この木はね、国産材ではなくて、はい、アメリカの広葉樹なんです。アメリカの広葉樹。そうですね、なるほど、アメリカ材なんですね。アメリカ材です。なので非常に、まあ、たくさん、取れる木で、昔から大量に輸入されてるんですね。今も同じなんですか？そうですね、まあ、少し減ってきたり価格上がってはきてますけど、まだまだ豊富にありますよ。はい、で早速ちょっと見てもらいましょうか。そうですね、皆さん見たいと思うんでね。はい、はい、これがね、まだ削ってない状態の木です。はい、なんかそんな黒っぽく感じないですけどね。削ったら黒くなるんですかね？うん、あのね、削った状態は、はい、こんな感じでもなんかまだなんかちょっと想像とは違った。そうです ね、黒っぽい木なんですけど、無塗装の状態はそんなには、黒いっていう感じでは、まあ、ないんですけど。そうですね、まあ後でね、オイル塗装した時に、はい、ものすごく綺麗になるので、その状態も、もちろん紹介します。はい、でこの木の特徴はね、実はまあそこそこまあ軽いんです。で、なおかつ加工性がとってもいいんですよ。まあ、軽いから加工性がいいっていうことなんですかね、イコールですね。そうですね。はい、で、カンナ掛けもね、坂目が立ったとしても割とカンナで比較的、直しやすい。そうですね。なんか僕やったらなんかね、前回紹介した。多くよりも多く、まあ、ならよりもこっちの方がかけやすいんちゃうかなって思う時もありますけどね。ですね、僕もそう実感しますね。はい、でノコギリで切ってもすごく切りやすいですし。そうですね、はい、でそういう意味でもね、とても扱いやすい木です。なるほど。でね、僕がちょっとまあなんちゃってで作ってるなんちゃってで作ってるものがありますのでね、はい、でそれを見てもらったら、こんなこともできるんだなっていうものがありますので、たまたま今作りかけてるものなのでね、ちょっとお見せしましょう。はい、動画に合わせたわけじゃないと。たまたまなんですね。そうですね。じゃーん。おー、すごい。何ですかこれ。これも、ね、福笑いの顔ですか。あ、ひょうたんじゃないですよ。あ、ひょうたんか。なるほど。これもギターなんですけど、はい、これもウォールナットでね。で、特徴はね、この横の。あ、横もウォールナットなんですか？そうなんです。で、
つまり曲げにもね、曲げやすいと。なるほど。っていうようなね、はい、加工性がとってもいい木、はい、っていうのも。もうちょっと横見せてもらえません？曲がってるところ。おお、すごいすごい。こう厚みな幅っていうんですか？はい。何本ぐらいあるんですか？これはね、この下のところでね、はい、120mm。へえ。で上のところでね、90mm ぐらいあるんです。曲げた板の厚みは？厚みは3ミリですね。なるほどなるほど。3ミリの板を。3ミリってね、やっぱりなかなかここまで結構くびれが大きいでしょ。大きいです。これね、やっぱ割れやすくなるんでね、木ってね。そうですね。だからこれここまでこう曲げられるっていうのはやっぱり加工性のいい木の証拠だと思うんです。ああ、なるほどなるほど、そうですね。うん、割れる木多いですからね。僕前このこの形のギター作った時に前の木はやっぱ割れましたのでね。前は何の木やったんですか？前はね、まあ、アフリカのゼブラウッドって。ゼブラウッド、あ、なるほど。それはなんとなくわかりますね。そうですね。でも、やっぱり、まあ、ギターらしいこの色合い、まあ、はい、これもね、後塗装したらどんだけ綺麗になるかっていうのもね、ちょっと見本でお見せしますのでね。そうですね、ぜひ完成したらいつか、はい、ね、動画でも見せていただきたいなと、はい、ここでお願いしておきます。わかりました。はい。ということで、まずは、加工性がいい木ですよということです、はい、よくわかりました、はい、で次は塗装で、塗装した木を見せてもらえるんですか？そうですね、塗装前と、塗装後を横に並んで、はい、お見せ、しましょう。おお、楽しみです。では持っていきますよ。はい、よっこいしょ。大きいからね、今回はね。えじゃあ狭い場所やと、これはウォールナットのこのマサメの板ですね、はい、すごく詰まった綺麗に、うん、ね、いいマサメの板ですね。綺麗に塗装されてますね。これは無塗装なんですよ。あ、これ無塗装なんですか？ま、そうなんです。ほんまですね。さあ、じゃん、これがどうですか？おお、ちょっとカメラでここの良さが伝わるかどうかが微妙やけど、これわかりますわかります。オイルフィニッシュっていう塗装をしたんです。はい、でオイルフィニッシュってね、本当に誰でも簡単に、仕上げられるんで、まあ本当にここまで、みんなできます。でどうですか、このツヤ照り、やっぱり塗装するともう本当に全然違うと思うんですね。そうですね、全く変わりましたね。うん、ものすごくやっぱりね、濃い深い色になると思うんです。はい、だから何ていうか、黒炭のような真っ黒とはまたちょっと違いますね。そうですね、なんかかっこいいですよね、真っ黒系よりも。そうですね、いやでも何やろう、映像で僕今ここ見てるんですけど、うん、やっぱり映像じゃない方が綺麗。あ、そうかも分かりませんね。はい、それはちょっとこう見ていただいてる方、伝わらなかった残念ですけど、まあ、本当にね、深みのあるね、すごく美しい木だと思います。だから加工性がいいということと、この美しく、艶が出る、そういうところで、このウォールナットがすごく人気のある理由なんです。そうですね、本当にまたこれ見てるとね、使いたくなりますね。そうですね、ぜひウォールナットを、使ってください。はい、おすすめしときます、いろんな人に。ショーからも、おすすめの材料の一つです。はい、今回はここまでですかね。そうですね、ウォールナットのご紹介ということで。はい、そうです。はい、ではありがとうございます。ここまでですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お願いします。